美味しそうだよ。これは？うわ、美味しそう。どう？ごぱう。うん？氷なしってこんな少ないの？うん。氷、だいぶかさ増しするね、これ。やだー、これだけしかないよ。私のはチーズバーガーに鬼ポテセットにアイスミルクティーにした。で、氷なしって頼んだらこれだけしか入ってなかった。はい、こんな感じです。まずはママが買ってきたものをご紹介します。まずこちらです。何これ？フローリングドライシートです。はい。トイレのさ、中、置くやつ。で、はい。で、はい、それが、なんで？で、2個、買いましたね。シェーン。これは？ベビーカーにつけるフック。ベビーカーにつけるフックです。これを1つですね。これは、マスクです。マスクです、私の。そうです。藍色とピンクがあります。はい。あと私マスクもう一個2個分です。はい、はい、以上です。あ、以上じゃないです。これとか、はい、お掃除するやつです。お掃除するやつです。はい、以上です。これようやく入荷してた。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。そうらしいです。バイバイ。はい、最近使ってるものちょっとだけ紹介します。ヘアオイルは、オイルは好きでずっとこれ使ってるんですけど、可もなく不可もなくって感じで、もうちょっとしかないんですけどね、可もなく不可もなくって感じで、割と重ためのセラムなんですけど、個人的には髪にあんまり合ってない感じでした。はい、なのでリピートはなしですが、あともう1本あるので使ってからなんか違うのに変えようかなと思ってます。で、パックは結構いろいろ使ってて、このメディヒールのビタミンだったり、あとは鹿だったり、この今日使ってるのはこの酒かすパック、酒かすマスクを使ってます。これね、ペーパーがすごい薄くて、引っ張り出すたびにちぎれちゃうから全然意味ないような形のパックになるんですけど、でもすごいしっかりと美容液が入ってるし、匂いはちょっとお酒っぽい感じがあるけど、でもしっとりするので好きです。この鹿はとりあえず安くて大量に入ってたので買ったやつなんですけど、まあ、これも可もなく不可もなくって感じで、割とモイストって書かれてるけど、そこまでモイストな感じはなかったです。これはまだ使ってないメディヒール、楽しみに使うの。ビタミン入れたり、ペプチド入れたりで、今ないんですけど、もう一個アゼライン酸をたまに入れます。だけど今アゼラインはちょうど切らしてて、この2本しかなくて、クリームはこのラディアントソウルのブライトニングクリームを今試供品で、ちっちゃいんだけど、この今試供品で使ってます。ちっちゃいやつ、これアイハーブでね、安くなってたから試してみようと思って、でこれ試したんだけど、めちゃくちゃ良くって、こってりしたクリームなんだけど、めちゃくちゃベタつくかって言われたらそうでもないし、すっごい伸びが良くって、保湿もあってっていうクリームね、めちゃくちゃ好きなんですけど、さっき見たら取扱い終了になっちゃったで買えなかったです。はい、残念です。で、あとはクリーム、この辺のクリームはこの間目代わりで買ったクリームです。クリームがもうこれしかないから、ちょっと違うクリーム試してみようと思って、ホリカホリカのクリームにしてみました。これすごく評判が良かったから買ってみたんですけど、何系だったかな、これモイスチャライジングって書いてるから、もう保湿系なんでしょうね。はい、使ってみたいと思います。で、あと化粧水はもう一本あるんですけど、とりあえずはこのコス RX、 これのプロポリストナーがめちゃくちゃ良くて、今3分の1ぐらい使ったところ、半分かな、今半分使ったぐらいのところなんですけど、これがもうめちゃくちゃ良くって、自分の肌にやっぱりプロポリスって合ってるなって毎回思います。大好きです。これそろそろなくなるので、目代わりで買えばよかった。はい、こ
そんな感じが最近のスキンケア事情でした。はい、日によって本当に美容液変えてみたりクリーム変えたり化粧水変えたりするんですけど、だいたい決まって出てくるのがこんな感じです。はい、スタメンです。これが今日の夕飯は、いろいろと昨日のが残ってるのでこの辺にしたいと思います。で、娘がタコライス食べたいっていうので、とりあえず娘だけタコライスにして、で、余ったやつは明日食べようかなと思ってるんで、ちょっと多めに作って今日娘分と明日私と息子分で食べます。で、昨日の残りの手羽元大根があるので、これも食べるのと、ブロッコリーのサラダと、あとこれはちょっと前に作ったそぼろか、そぼろもあるし、まだ中華ふんかけも残ってるし、あとは揚げ出し豆腐だったり、で今、味噌汁作ってます。卵の味噌汁です。こんな感じで今日、今荷物が届きました。何頼んだっけ、あフィルムとドリームトイパッドの充電器が切れちゃったので買いました。あとは絵の具、あこれはファーストアートをしようと思ってるのでこれ買いました。多分まだあといっぱい来ると思うんだけども、もうこれだけか。とりあえず今回はこれだけでした。タコライスのタコミートは、こっちはウスターとケチャップと、あとはこの味付きのカレーパウダー、あとアイハーブで買えるタコのシーズニングを使ってます。このタコのシーズニング入れることでめちゃくちゃ本場のこのスパイシーな香りがすごいします。けどここには塩分が入ってないので、このカレーパウダーとかウスターとかこういうのでちょっと塩分調節してあげて食べるって感じ。めちゃくちゃ美味しいです。はい、完成しました。いつもはピザチーズをかけるんだけど、今日はピザチーズがなかったのでスライスチーズにしてます。こんな感じです。いい？うん。何見てんの？これ。何これ？なんだっけ？頭出てきない？チョコレート工場。チョコレート工場だね。これ拾ってきたの？うん、みんなで拾うの？うん、なんか袋の前に書いてある。あ、そうなんだ。みんなで拾うんだ。じゃあまあ1個か2個ぐらい食べてみようか。せっかく拾ってきたし。なんで泣くの？嬉しい。嬉しい。嬉しい。大好きだよ。ね。美味しく食べてじゃん。座った状態がいいの？座った方がいいの？やいやいや、座った方がいいんだよね、ママ。うん？しゃ。うん、座ってるね。お座りがいいんだって。しゃしゃ。お座りがいいね。はい。しゃしゃ。今日のお洋服のポイントは？これ。これ。それがポイントですか？わお。か。か。いいですね。か。靴はシエンタですね。可愛いですね。お気に入りですね、それ。はい、今日のファッションポイントは？ここ。ニットですか？はい。可愛いですね。
これ、おもちゃは。うん、いいですね。ここにいるもうあなた終わったよ、はい、ニットパンツも可愛いですね。このニットパンツ可愛かったね。私も欲しい。可愛い。靴もベロアね、可愛いですね。ベロアママも欲しいです、このセットで。なんでセットで売ってください。可愛いですね。売れない。売れないんですか。あ、そうですか。で、今日あなたのお供は。お供って何。え、これでしょ、うん、プニルンズ持っていくの。スシルになったんですか、うん、よかったね。ね、このニットパンツほんとかわいい。色違いで茶色もあったんだけどさ、茶色も大きいな。プニットダンスで出てくる子です。あ、そうなんですね。プニットダンスちょっとわかんないけど、かわいい。ご飯食べます。え、泣いたな、泣いたな。ご飯待ちです。私のどっち。こっちやろ絶対。混ぜそば美味しそう。これはな、なに、なにそば。あ、これやばいよね、かわいいよね。うん、ママこっちも悩んでる。そっちね。ニット。うん、ニット。ニット。かわいい。でもこれもかわいいね。これかわいいね。迷うな。